チャオフィチです。さあ、本日はですね、今回はですね、一番くじ引いてまいりました。イェイ。で、こちらはですね、今回はですね、格好の許嫁、海の手へようこそ、というくじです。こちらがですね、4月16日から発売で、680円でございます。結構、まあ、一般的なくじなんで。そうだね、うん。そうだね。懐かしい。結構懐かしいぞ、それ。で、A 賞が今回タペストリーでございます。衣装だね。今日ボケかましてますね。ちょっと今日いろいろありましたね。で、 B 賞が天野エリカのチョコノッコぬいぐるみ15センチ、結構デカめです。これ可愛かったよね。で、 C 賞が瀬川ひろの、チョコノッコぬいぐるみ同じく。で、 C、D 賞が幸の、チョコノッコぬいぐるみなんですよ。で、E賞はお茶碗&湯飲みアソートというものです。今回結構これいいよね、商品が。あのね、結構全体的に可愛い。どれが立っても可愛い、本当は。で、F 賞アクスタなんですよ。しかも選べる6種。すごいよね。しかも結構ね、あのね、やっぱ今回結構品がいいっていうのがあります。だよね、うん。で、G 賞がイラストボード、うん。で、H 賞がラバーストラップ、はい。これはランダムでございます。で、全7種ですね。これはなぎくんもいます。なので、2回引いてまいりました、今回は。なんかね、これなんかうちの、私の近くの眼科の近くにあるところに置いてあるんですよ、うん。でね、先週行った時にまだありました。で、引こうかなと思って今週まで待ちました。でもまだありました。で、こちらのアニメはですね、土曜日の6ちゃんでやってるんですよ、はい、関西圏では。で、引いてまいりました。なんかついでにディスカウントしてくれたらもっとやりたいなと思ったのに。商品いいけどね、全部可愛いから、うん、結構ね、全部ね、あのね、ほら、気が利いてる。アクスタってね、だいたい A 賞とかにいるもんなんですよ。だけど、F 賞だっけな、確か、だよね、にいるって結構珍しいことで、しかも選べるってありがたい。だよね。本当もうちょっとやりたかったなと思ってたんですけど、うん、まあ、機会があればもう一回再度やってみようかなと思いますけど、はい。まずね、まず自分引いてみました。はい。そちらがこちら、はい、ドン。まずラバーストラップでした、 H 賞の。でもね、これはこれでいいなっていうのあります。なぜなら、なぜならね、7種類なんです。そうなんですよ。だからランダムだから、まあ、わかんないなっていうのはあって、まだ、ただ引くのが楽しいよね、これね、うん。ラバーストラップ意外とね、案外いいぞと思って。だよね。なので開封していきます。はい。で、これはですね、まずね、あの、まあ、海の手っていうのは、あの、なぎくんの両親がやってる、あの、なんていうんだ、お店なんですよ。なんていうんだ、なんていうんだ、ああいうレストランじゃない、まあ、洋風で言ったらレストランっていう言い方が正しいと。で、言ったらなんだっけ、お食事どころ、あ、そういう感じ、うん、うん、いい線ついた。ちょっと意外と難しかった。自分は何のキャラだっけ、推しは、推しキャラは。瀬川ひろっていう青い子なんですけど、ええ、声優が東山直っていう人なんですよ。東山もゆき。結構ね、あの、有名な人です、ちなみに。で、紀藤あかりとかも出て、あの、鬼滅の刃の禰豆子役。ちょっと今のポイント分かんなかったんですけど、少年隊、少年隊です。ああ、東山のりゆきさん。じゃあまず、はい、こちらでした。はい、ドン。ああ、でもまあ、エリカの制服は、このピンクの、ああ、かわいいかわいい。これは言い名付け関係で、主役、サブ主役っていうのかな。あ、サブ主役なんだ、かわいいのに。主役はナギ。あ、そっか、ナギくん。なんかどっちかって言うと、いつきちゃんじゃないや、ニノみたいな感じ。ああ、うんうん、そういう感じだよね、かわいい。で、なんとね、リオンさんがまた髪引きしました。そうなんです、私もなんと。またです。なんとですね、またです。でもね、じゃ、残念ながらね、なんとね、 A、B、C はなかったんですよ、もう。そうなんですよね。で、 E 賞も残り1個だったんですよ。うん、確かに。ということは、ドン、アクスタ、選べるアクスタですね。はい。で、こちらは、あの、こちらはあの制服バージョンなんですけど、こちらはあの今回のイベント仕様の絵柄でございます。はい、なので推しを引いてまいりました。はい、これ選べる、やっぱいいよね。そうだね、選べるのって珍しいよね、でもね、本当に。で、普通のアクスタのサイズですね、一般的に売られているタイプの、うん、
さすがに5と4みたいにでかくはないけど。本当だね。でも可愛いね。一つ一つこれ可愛い、ちょっと。結構ね、絵は綺麗です。だよね。うん、え、これ女の人？どこの人描いてんの？いや、そこは調べてないけど、あのね、結構人気あるみたいです。うん、可愛いもんね。それと別にですね。はい。今ね、12巻まで出てて、はい、自分はですね、はい、6巻まで持ってます、はい、まだ半分という、まだ半分、もうね、いろんなのを今読んでるので揃えるの大変です。これですね、はい、あ、女の方、女性の方だね、やっぱりか、うん、なんとなくそんな感じがした、絵が結構絵綺麗だし、そうだね、可愛い、物語面白いんで、ね、見てみてはいかがでしょうか。ほんとほんと、まだこれから続きそうだもんね。うん、これはこれからの話ですね、まだ。そうだね、だから広がっていくんでしょうね、きっとね、うん、だから面白いよね。いかんせん今大変なんですよ。ほんと、あ、ね、スパイファミリーも今見始めて。そうなんですよ。アニメは今出てる分全部見たんですけど、うん、1巻か2巻買いました。はい。で、ダンスダンスダンスールが、8巻までだっけな、確か、持ってます。はい。そちらでもね、結構ね、集めるの苦労しててね、ないんです。いかんせん、そういうとこがあるんだよね、本屋さんによって。なぜか、うん、なんか一言では表せない、いろ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 です。で、9時も6月4日から5と4目は始まるんで。そうだね、あとあれだよね、鬼滅がちょっとまた、うん、鬼滅展が始まるんで、ちょっと今日からなんですけど、ええ、ちょっとまだあの抽選ということで、はい、多分まあちょっと暇があるときにやろうと思ってます、うん、期間内なのだから、ね、だからほんといろ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 ですね、推し活生活も大変ですね、いろいろね、うん、意外と大変っていう、はい、だよね、はい、そんな感じになっております。はい、はい、では閉めますね、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いいたします。あとインスタグラム、ツイッター、サンヘイスタンデーヘム、一覧ライブの方もよろしくお願いします。お願いいたします。ちょっとね、乾燥してて喉の調子そうだね、あの自分の部屋を涼しくしすぎてて多分おそらく乾燥してるんだと思います。はい、はい、じゃあ、格好ファンの方もぜひぜひフォローよろしくお願いいたします。はい、で、格好について話そうっていうのをやろうと思ってるので、ね、ぜひぜひ、はい、ね、応援してくださいね、はい、では、またお会いしましょう。はい、See you again、 バイバイ、またね。動画見てくれてありがとう。概要欄の方におすすめの動画などもあるので、ぜひチェックしてね。あと、リュウンちゃんによる占いもあんなんで、ぜひそちらも見てね。で、あと、インスタグラム、ツイッターのフォローも欠かさずしたら、いいことあるかもよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。うん、では、またお会いしましょう。See you again! バイバーイ、またねー、よーし、綺麗バイ、見てね見てね。